今日はね、なんといってもね、ポッキーの日なんでね、ポッキー縛りしていこうと思います。ポッキー縛りって何のことかっていうと、今日10日ですよ。今日は11日だろう。そうですね、11日ですね。そう、11日ですね。ちょっとね、装備用意してきたんですよ、この日のために。これ、ポッキー装備。このポッキー装備のステータスを見ていただくと、なんとびっくり、見てください。攻撃力111、属性11、会心率 11%、 防御力111、非耐性から流耐性まで全て1という、この素晴らしい装備。なんか1じゃないところがある気しませんか？そうそうそう、会心もさ 11% なんて、そんな1桁までいじれないよって、そう思ってる人何人かいると思って、まあ犬猫さんさすがに無理かって、さすがの天下の犬猫さんでも、そういう人のためにちょっとあれを用意してきたんです。ちょっとこちら見ていただきたいんですけど、このゼロ気になりますよね。ゼロ、数々のいろんな困難を乗り越えた俺なら、これぐらいの困難もね乗り越えてみせますよ。ドゥルル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 。サムネ詐欺完了。これすればいいんすよね。配信がダメだと思ってる人はこうすればいいんすよ。こうすればこれで完璧です。これで何のモンスター行こうかなって考えたところ、ちょっといいイベントクエストがちょうど今日木曜日、あ間違えた、ちょうど今日金曜日11日に来たらしいんでほら、赤緑の演舞曲、リオレイヤー1頭とリオレス1頭の狩猟、これポッキーの日にこれをぶつけてくるなんて、もう潰せってことですよね。そういうことですよ、カプコンさん。やるか。これ参加者101、11、OKOKOK で、この人も101、11、OKOKOK で、この人も101、11、OK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 。え、アップデート情報予告、アップデート情報予告、ちょっと待って、ツイッター見てきていいですか。来週水曜日、来週水曜日、もう阪神情報、ポッキーの日どうでもいい。来週水曜日の23時から23時、夜おっそー。公式見直しに呼ばれるのかな呼ばれたら奇跡かもな、これ。リア充をパッパパッパしばいていきます。男からじゃい、女が一人残される気持ちを味わうがいい。切れ味が緑だけど通る。オプノー、あれ今俺なんかかすりました？かすっただけでこのダメージってま？やばい、なんか色がポッキーみたいになってた、HP の色が。ポッキーのチョコの部分。はい、麻痺！俺の麻痺！属性11の俺の麻痺！ナイスナイス！ちょうどよくレイヤーもビビってるし。で、これ切ると？あはは！見て、ダメージ数も11だよ！マジでポッキーの日じゃん！ちょ、一回これさ、分断させません？あなたも私もポッキー。オッケーオッケーオッケー。味方とも分断されたけど問題なし。俺さ、割とマジでさ、この G 級モンスターはさ、倒せませんでした、ちゃんちゃんちゃんで終わるつもりだったんだけど、倒せそうで草。俺たちなら倒せ。あ、一段階。待って、誰かが本州金王権食ってくれたから、ダウン回数がポッキー。チャキーン。シルクカットさー。これで、オス数が2。ガッキーとシェアビナース懐かしい。めっちゃ可愛かったよな、ガッキー。今、星のガッキーだけど。あ、ちょっと、かおい、ガッキーの話使わんといけんくなったやんけ、これ。俺が星のガッキーとか睨んでるところ、動画で取り上げないといけないんだけど。めんどくせえ。星のガッキー、あ、間違え、星のユイか。オッケー。タイのディアブロスのこの頭の角2本がポッキーの形しててちょっとムカつくなってことで、こいつを狩れればクリアってことにしてください。お願いします。何でもしますから。ちなみにどんだけ食らうの。あ、もうこれぐらいならまあ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 、懐かしすぎでしょ、カイ。1本折った。嘘、頭
一本折れてる？あははは、はい、リア充敗北。危ない。ナイス、V 破壊。もう一本折ったんじゃね？あ、もう一本折れてる。勝ちです、僕たちの。そう、これで角折ったからシェアすか。昔もポッキーの日あったんですけど、僕は学生の時の話ね。ポッキーの日に、みんなで、11時11分11秒にポッキー食おうぜ、つって、やったの。でも授業中だからやばくねみたいな。先生無視してさ、こっそり食っちゃおうぜ、みたいな話したけど、なんと残念、その3時間目の11時11分の時は、数学2のバチバチに怖い、桂山先生だったの。桂山先生。その桂山先生に怒られずにゆっくり食おうっつって食って、11時11秒にみんなクラス30人中20何人で決行したけど、あれクエスト終わってるクエスト終わってた。そこでポリポリ食ったらめっちゃ怒られたって話。落ちねー、犬猫。こっちか。お、いた。地底をかける隔流。地底、あ、地底、あ、地底か。俺今、地底って言った？地底ってカタカナで書いたら、なんか見た目パッとカイト変わんねえな。今一人で、右足でポッキーの真似してる人めっちゃ面白かったんだけど。母が誕生日なので職場の人から大量のポッキーもらってきます。ポッキーの日誕生日ってなんか面白いね。もしかしてお母さんの名前、ボッ、やばっ！おはぁ、かっ、頭のポッキー頭のポッキー硬すぎでしょ今の。さすがにまさにポッ、いや割と俺マジであれだわ、なんか練習した甲斐があって、待って、なんかまさかのリア充登場ポッキー狩りのクモ登場。待って待って待って、お前の乱流は聞いてないぞ、お前の攻撃で俺たちワンパンで死ぬんだって待って待って、ポッキー狩りに来るんだと思ったら一般通過雲だった。あー、おい、疲れてんじゃん。どうしたの？俺の切れ味も終わってきたけど。はい！折った！折れねー！硬すぎる、もう一本。いや、折れてる、もういつの間にか。いつの間に？忘れないよ、俺たちは。あの、シェアしてくれなかった、あの思い出を。あ、チャキーン。よし！円月タイム！なんか角度がとんでもないとこになってる気がするけど、大丈夫でしょう。カモン。あ、落としちゃった。ミスった。ごめん。あ。あ。ナーイス。攻撃力111、会心 11% の防御力1111。どうやってやった？どうやってやったの？なんならさ、何がすごいってさ、スキルを割とちゃんと組んでてじわるんだけど。ダリーって、ポッキーの重ね着してきた人いるってもう。じゃ、ポッキーのコスプレしてきたリアジュ入ってきたのマジでやばいって。もういいって。これ頭の部分持つとこでしょ？あの、股間からポッキー生やさないでもらっていいですか？毛と棒はやばいだろ、さすがに。もちゃもちゃと棒はやばいだろ。いいっすよ、次の人。好きなキャラやっていいっすよ。